自分見たことないです。サイドスローで投げてたよ。高校の時は投げられたんだけど、それで投げられなくなっちゃった。でも、10年以上したんですよ。人体1本切ってっからさ、ダメだ。いやいや、本当はオーバースローで投げてたんですよ、リノの時。いけるか、結果出しちゃった、結果は。今、結果は。ファンサイドになったら起きますよ。ファンサイドは入ってきたよ。慌てて手出して。ファンサイドだったら小川さんしようと。また、経験をやったら、付き合いのある人、しっかり入れる。安いから。まっすぐのタイミング待ってたから、これはあんまりしてもらって、結構ここまでしてくれた。当てて手出したら見てくれない。この前、アプリかな、アプリでプライベートレビューって言ってたんですけど、そこで部屋の名前とパスワードを教えると、みんな入る。集められない人しか分かる人しか。それをやりながら、靴半分ぐらいでしょ、靴を繋いで。で、話ができる。ああ、よりリアルに引っ掛けさがとする男の方が多い方が、それが多分絶対上手に飛ぶようになるんじゃないかっていう。油かいてオープンで多いの、オープンのままで生産するときのペイペイ怖いよ。この辺来たときに、そういうことだよ。ちょっと広がりながらこういったのを話すな。でも青とか遠く見えるからな。別に技と関係なくて、クラウンペイペイで待って後ろでも、ちょっとこうさ、手伸ばせ。すごい。OK、ラッキー。あら、あれ、久しぶり見た。うまい。どれぐらいのレートでやってるの？何百円ぐらいですか？まあでもね、でもまあ一晩でこう3万とか4万とか。やめとけ、やめとけ。絶対食らわないから。天狗と天狗。ちゃんとやってます。絶対逃げるから。マジで勝負してんだよ。でもなかなか俺ヘッドホンつけないじゃん。そうすると、いつも通りの終わってやめたら、俺やんないからだよ、俺は。やんないほうがいいよ。バットすげえプラだよ。バットさせこい。やり方せこい。腕相撲大会じゃないですか。ないない。ないない。あ、終わった。お師匠出る出る。師匠振り遅れてるよ。あ、じゃあ最初に出たいからジャパン。意味あんの？なんか変な感じ。こうじゃさ、今日チャリとさ、それを歩きながら。いつでも。何なんか入れてた。あ、入ると厄介ですね。それはどういう効果があれば。
いいけどね。なんかでもね、バットの、ね、重さが、その、おー、なんだ、あらー外だ。すげえファール。完全に。そんなに、そんなに手前に。あれじゃ狙ってきたね。あれが右に方が決まってるから、当たる面が決まってる。そっち側が。大丈夫だった？まだわかんないですけど、赤くなってる。ああ、本当だ。